どうもエルザです。それではペーパーマリオ折り紙キングやっていきたいと思います。まあ、プリンセスピーチ号を無事クリアというところで、今からオリビアちゃんを助けに行くところどすですね助けに行くところどすってまあ、マリオさん、どうしました？ボートで逃げてもらったお客様はお迎えに行きたいんですが、霧のせいで出航できません。霧が晴れたらこちらまで知らせに来ていただけませんか？よろしくお願いします。霧が晴れたらか。出航しますか？はーい。まあ、これでオリビアちゃんを助けることができるはず。じゃあすぐターンに戻りましょう。さあ戻ってきましたということで、ゴム兵の力を借りてオリビアちゃんを助けますか。どういう力を使うのかだよね。さあゴム兵頼むぞ。兄貴、理由も聞かずに俺を信じて大海原まで行ってくれてマジで感謝っす。あの船で何があったのか、そしてビップルームにあった大事なものが何なのか、すべてお話しするっす。あれは仲間のボム兵たちとプリンセスピーチ号で船旅をしていた時のこと。俺たちはビップルームを借り切って大いに旅を楽しんでました。すると突然海の中からあのボスゲッソーが現れピーチ号を襲ったんです。俺たちは船を守るため体を張って戦いました。その時、俺は頭の導火線を引き飛ばされ大海原に投げ出されたんです。あ、だから導火線がないんだ。海に落ちたショックで記憶を失った俺はやがてキノピオタウンに流れ着き、記憶を取り戻すため自分探しの旅に出たというわけです。んーで、もみじ山にいたわけか。そしてあの時オエトランドで兄貴たちと一緒に見た花火、あれでボスゲストとの戦いを思い出し全ての記憶が戻ったんです。でも記憶が戻って本当に良かったっす。オリビアさんを助けるための大事なことも思い出せましたからね。若くして故障でスクラップになった俺の幼馴染、その忘れがたみとしていつも持ち歩いてたあいつの導火線をあのビップルームに置いたままにしてたんすよ。ってことはそれ導火線が入ってたの？兄貴、最後に大事な仲間を助けることができるなんて、ボム兵冥利に尽きる。あ、マジで死んじゃうの？これでついに幼馴染のあいつと一緒に一人前のボム兵になれる気がするっす。兄貴とリビアさんと旅ができて本当に楽しかったっす。ありがとうっす。ボム兵マジかー、爆発しろとか言ってごめん、ボム兵はぁ、マジで、もういないの？あ、そちらのヒゲの兄貴はマリオさんでしたっけ？兄貴さえ良ければ、まあ、俺としては一緒に行くのもなしってわけではないけど、ご一緒してもいいっすか？そうだね、断るよ。そうっすね、記憶喪失と一緒なんていろいろめんどくさいっすよね。あ、もしかしてこれが運命の出会いじゃないですかね。よろしくです。いいえ。ごごご、あ、ちょっと今、記憶聞こえなかったっす。すっげーチラ見してくるな。ほら、奪ってしまえ。お前なんて。いやー、もう。寝てるんだ。マリオさん、かわいそうだけど、ここは叩き起こして差し上げません？そうだね。僕も、
叩き起こしたい気持ちだったね。ボムヘイちゃんもいないの？マジで？わ、マリオさんが助けてくれたの？ありがとうございます。もう重くて重くて苦しくて苦しくてとっても辛かったですわあ、すごい、こんな大きな岩が粉々ですわ。一体どうやって、まるでドカーンと。はっ、ねえ、おめへいさんはさっきから姿が見えないですわ。マリオさん、まさか、ボムヘイさんが、ドカーンとあの岩を。そんな、そんな。そんなー。あ。待て待て、オリビア。ちょっと待って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 。どこ行った、どこ行った。あ、チョロップ。お、またもやお客さんだ。そこはチョロ、ここはチョロップの穴だよ。さっきちっこい女の子がすごい勢いでここを通っていったよ。こっちか。チョロップ、出るんだね。入った。こうはいけない。よし、ゲッチュ。これは、あら、いないね。休み時間。休み時間か。どこ行った？クッパ様見てないな。確かに見ないだろうね、なかなかね。お、なんか引っかかってる。邪魔するでね、穴掘ってんだ。掘ってたのか。お、コイン。ここは？よし。まあ隠し部屋的な感じだね。大事なものの箱。そうだね、大事だったね、ほんと。いやー、ボムヘイちゃんがまさか、結構仲間になると最後までついてくるってイメージだったけど、そんなことなかったね。あれ、ここは穴掘りはきつい仕事で。まあそうだね、体が資本だからね。叩き売り、ああの叩き売りのチョロプーはここの住人だったのか。おう、あ、どうも。女の子泣かせたらダメでなかんな、この女の子泣かせダメだかんな、橋本環奈かな。土の中からはいろんなものが出てくるからな。穴掘りはやめらんねえな。そうだな。上かな。どこ、オリビアちゃん。あ、アイテム屋さん。嬉しい、楽しい、超便利。アクセサリーはどう？お宝チャイムいただきます。ありがとうさん。ああ、じゃあ、そうか、全部キノピオってわけじゃないのか。嫌ってるものいかがですか？あ、いいね。キラキノコ。キラハマーちょっと買っとこう。そうだね、装備は忘れずにだね。
おう。岩の中にも3年。よくぞ見つけた。これをやろう。ありがとう。なんかカツアゲしたみたいになってるけど。ここかな？オリビアちゃんいる？くすん。まあそりゃ泣くよね。くすんくすん。おめへいさんが私のためにいなくなっちゃった。こんな悲しい気持ちのままで私も旅なんて続けられない。そうか。まあ無理やり連れていくわけにはいかないからね。よし。あら、また座っちゃった。じゃあ僕一人で行くしかないね。ん？あれ？チョロプーたちがいない。まさか。なんかよ、表ででっかい岩がぶっ壊れたみたいでよ。破片が散らかりっぱしだったんで、みんなで片付けたとこさ。岩がこんな風に粉々になるなんて、一体何があったのかね。兄貴。うん？兄貴？おお。兄貴。オリビアさん、かなり落ち込んでるみたいっすね。このままじゃ、助けた俺も切ないっす。そうだね。でも兄貴ならきっとオリビアさんを元気づけてあげられるんじゃないっすかね。ほら、あれがあるじゃないっすか。鉄板のネタのあれっすよ。さあ、もう一度オリビアさんのところ行って、いつもの笑顔に戻してあげるっす。そうだね。確かにボム兵の気持ちの方が、もったいなくなるからね。さ、笑わせますか。さあ、これを見よ。もうずるいでさ、マリオさん。そんなので無理やり笑わそうだなんて。ふふ、でもありがとう。おかげで気持ちがふわっと軽くなりましたわ。そうですわね。こんなところでいつまでもメスメスしてたらダメですわ。そんなのきっとおめへいさんだって望んでいないはず。私は頑張る。必ず兄上を止めてみせます。マリオさん、改めてよろしくお願いいたします。よーし、早速黄色の紙テープに向かって出発ですわ。あはは、ちょっとマリオさん、かぶり物が邪魔で入れないです。確かにね。いやー、いい話や。いい話よ。結構ストーリーは感動的な部分も多くていいよね。あれ？もういないか。そうそう、このトンネルを抜けて紙テープを目指すんでしたわね。よーし、張り切っていきますわよ。あれ？なんだかボメヘイさんが近くにいるような。そっか、ボメヘイさんは私たちの思い出の中で見守ってくれてるんですわ。ボメヘイさん、私頑張ります。マリオさん、どうしたの？行きましょう。もう、面影も、なしか。よし、頑張ろう。さて、この奥には何があるかな？お、やっぱ紙の手だね。さあ、紙の手。クリア！
ほう。笛はあるけど、いたね。お？マリオさん、助けていただきありがとうございます。私、キノピオモータースのエンジニアで、メカニックのセールスマンのキノピオス。そんなのがあるのか。助けていただいたお礼に、そちらのブーツカーを差し上げます。ブーツカー！ブーツ 2000GTR。最高出力 150cc。最高速度、カッ飛び。GTR か。GTR いいね。まあ、こちらとキノピオモータースが開発したブーツカーの最新モデルです。この先に広がる広い焼け砂砂漠を素早く快適に移動できますよ。さらにターボチャージャーによる優れた加速を楽しめるカットビモードも搭載しています。最高じゃねえか。そうそう、オーナーの証としてこちらもお持ちください。え、まさかそれはブーツホイッスル。やったね。これで移動が楽になるかな。そのホイッスルを吹けば乗り捨てたブーツカーをユマリオさんの元に呼び戻せます。最新やね。ただし砂漠使用者のため焼け砂砂漠以外では呼べないのでご了承ください。それでは早速ご乗車ください。え、ここだけ？マジか。おお、さすがコクピット姿が様になってます。L で移動しながら ZR を押し続けると加速してカットビモードになります。おお、小回り効くね。カットビモード、あ、いいわいいわ、楽ちんだこれ。ちょっとね、助速はいるけどね。ああ、当たれば OK。私がおられていたのはスコップシャベル、どっち？どっちも一緒だね。音楽がヘビメタ調っていうね。そうか、ってことは結構広いんだね。ここが砂漠、意外と暗くて涼しいんですわね。砂漠ってもっとギラギラお日様、もっとお日様ギラギラみたいな感じだと思ってましたけど、なんかあったのかなってことは。おお、おお、下だね。夜か。むしろ逆に夜は冷めるからね、砂漠はね。いいねー。おお、砂漠だ。焼け砂大砂漠。広い。これこれ、砂漠ってこういう広いイメージですわ。でもいや、マリオさん、やっぱり砂漠にしては暗くないですか？そうだね、太陽が真っ黒だね。あ、もしかしたらお日様の機嫌が悪くて真っ暗なのかも。真っ暗っていうか真っ黒。いや、もっとよく見たら真っ黒っていうか穴開いてね。お空ごと穴が開いちゃってるみたい。いや、空間に穴開けてるのと一緒だからね。お日様の代わりに穴が開いてるなんて随分変わった砂漠ですわね。でも一体どうやってあんなところに穴なんて開けられるのかしら。まあこれくらい涼しい方が過ごしやすくていいかも。お皿の穴も気になるけど、まずは紙テープの方に行ってみましょう。あのキノピオっぽいやつだね。お、ピンポンパンポン、入った。降りる、引っ張る。新しいセンサー、透明スーツが完成しました。センサー研究所ちょっと行きたいね。ドン。これはもしかして、いや、さすがに。さすがにテレサはダメじゃない？いけるんか。お、サソリだったね。
そうだね、折り紙に毒があったらたまったものではない。キラファイヤーフラワー、あ、確かにキラキラしてたね。あ、ここら辺は特にと、ぐるーうーどんどん、あー、ダメだった。これはハンマーだな。さあ敵を並べろ。え、いけなくない？無理だね。そしたら、アイアンブーツで行ってみたいなっていうのがあるんだけど、サンボ。あ、やっぱそんな感じだよね。さあ敵のアクション、ひどいな。消滅しちゃった。さあ叩くしかないね。パウブロックはすごく役に立ちそうだね。ハンマーだね。ジャンプをわざわざする必要はない。さあ倒したけど、ほう、叩いても、確かに叩いても何もなかったね。加速までちょっと時間はかかるけどって感じだね。おう、アイスフラワー、いいね。よしよしよし、まあ隠し部屋があったって感じかい。ありがとうございます。サボテンの棘で破れなくてよかった。確かに。お、久しぶりのコーヒー。あれ、マスター、ちょっと大きめだね。ご注文、メガうまコーヒーを一つ。なあマスター、こっちにもいっぱい頼むよ。嘘でしょ。ははははうん、これで足りるかな。あ、そういうこと？おいおい、俺の分も残しといてくれよ。まさかだったね。まあまあ楽しそうで何よりだよ。マサ、もっと大きいカップないの？ご注文。あ、意外と何回でも飲めるんだね。さよなら。よし、じゃあ次。
このコーヒーショップも全部見たいね。さ、乗っちゃえ。ブーン。いて。そういえば乗りながらふぶかせることはできるのかな。あ、ハテナブロック発見。コインも消える前にゲットして、あ、ダメだね、同じボタンだもんね。まあ、移動は早くできるからその分は楽か。さて、こっちは？なんだろうね。お。はいはいはい。そういうこと。へえ。まあよくわかんないけど。まあ外抜けようかな、なんとなく。あ、違う違う、そっちじゃない、こっちこっち。何もなし。あ、逆か、中心向ける感じか。なんのこっちゃ分かってはないけどね。そう、君ちょっと一周してもらって、まあ多分今じゃないだろうなっていう気はしてる。ほいほい。さあどうだ、きたー。お、噴水。いや、マイク、あの棒。なんだか私を呼んでるような気がします。え、呼んでるの？よ、呼んでる？呼んでるの？じゃあ調べましょう。この棒を目の前にすると、私の中で熱い何かが込み上げてきますわ。あ、マイクです。です。チェック、ワン、ツー。では、リクエストをお願いします。ギンギンモリモリ、川の流れのごとく。はははは。あ、あー、そういうことね。あー、ここでもう一回歌えるわけか。すごいね。ステージだったね。いや、大丈夫です。まさかまた聴けるとは思いもしなかったな。ブーン。ほい。ダメなんだよね、引っ張りはね。奥にある祭壇が気になってます。きっと大事な場所に違いないです。そりゃあね、そんな感じだよね。これ何でしょう、何かの台みたいな。確かにお日様が描かれてるみたいだね。どれどれ、何これ、見たことない謎の字で全然読めないですわ。そうか、じゃあ後回しだね。あの光の正体もいまいちわかんないしね。ああ、そうじゃない。乗って、外して。あとは？
いやー、だいぶちり紙がなくなってきたね。もうちょいぐるっとちょっと見て回りたい。ドーンドーン。あー、回収めちゃ楽。ホラーじゃん。この広い砂漠をブーツカーに乗ってかっ飛ばしてみたいです。いやー、楽しいよ。おー、すごい、避けた。マジか、お前やるな。後ろからのこのタイミングを避けるか。いやー、さすがだねー。ドンドン。いやー、ちょっとあのキノピオやるなー。よし。さあ、キラキラハンマー。ああ、あ、今回はでも探索メインって感じだね。そうか。こうだとすると、こう、こい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 、そうそうそう。あ、ぶつかるのね。当たりに行くんだね。さあ、ここにレーダーが来るのか。ちょっとレーダーのためにちり紙集めて、で、透明スーツとか見てみたいね。じゃあちょっと集めてきまーす。よし。いやー、だいぶ集まったー。ということで、ちょっと、降りて、バサーっと。さあ、本部行けそうだね。その前に、下の方もさ、ちょっと閉じといて、行けたね。よし、じゃあ、ちょっと、歩くと疲れません？いや、疲れるよ。研究室行きますか。さあ、引っ張って、さあ、これで、センサー研究所に行って、アイテムもらいましょう。で、アイテムをもらいますかね。画期的な発明品を開発しました。感知するのではなく、むしろ感知されなくなる。その名も透明スーツ。これを使えば敵に見つかりづらくなります。まさに時代はセンサー。へえ。あれ？俺前回のも確かまだもらってないんだよね。はい、試しまーす。透明スーツか。男の憧れやね。それでは透明スーツの使い方を説明しますね。おー、ほんとだ。透明だ。どうです？うっすら透明になったでしょ？それが透明スーツの効果です。透明になると敵に見つかりづらくなる効果があります。見つかりませんね。ただし敵に触れたり叩いたりすると見つかってしまいますよと。それと気配に敏感な敵には効かないことがありますので、その時は諦めてください。うん、どうしても戦わないといけない時はあるんだね。またバッテリーか。あ、バレずに行ってねーってことやね。おい、レディー。おー、すごいすごい。おー、危ねえ。作詞やな。
よし、ゴール。第1ステージクリア。おお。上から下からどちらでもって感じだね。上絶対行かせる気ないもんな、あれ。ほ、よし、ギリ間に合った。さあ、第2クリア。次、第3弾に最後だね。はいはいはい。おお、びっくりするわー、今の動きは。やらしいね。やらしい動きするね。おお、これで OK。 さあ終了。まあ使いどころさえ間違いなければって感じだね。はいはい、気をつけまーす。透明スーツー。あ、違う、間違えたー。でね、あとね、もう一つなんか開発品があったはずなんで、それ見ましょうかね。あ、ダメだ。あらーってことは、そうか、結構その時その時で来ないとって感じだね。戻ってみよう。そうか、パズルなんとかっていうのがあったからいけるかなと思ったんだけど、そしたらオエドランドから行ってみよう。いや、そうなるとあれだね、システム的にちょっときつくなってくるね。パズルのヒントのやつがあるっていう話だったんだけど、あ、ダメだね。仕方ない。さあ、焼け砂大砂漠に戻りましょう。さあ、これでストーリーは進めれるね。ある程度探すものは探したしね。ドーン。いや、でもマップが広いのはいいね。あれ、入り口みたいなのがありますわ。何かしら。キノピオタワーだね。うわー、とっても高い。ノッポさんですわ。上の方はうふふ、まるでどこかの誰かさんのお顔みたい。いたね、なんかね。ほい。この塔、上が顔みたいになっているんです。へんてこな塔ですよね。自分のこと言う？まさかな。あとちょい。あとちょっと足りない。どうせだったら制覇したい。これでいけるでしょう。そうか、透明スーツとかいろいろも敵対策はできるんだね。はい。お、まだあるか。まあまあまあ。さあ、こんな感じで。お、セーブができなかった。はい、セーブ中。はい、ということで、今回はここまでとなります。まあ、そうだね。
ちょっと残念なこともあったけど、まあまあまあ。結構ね、このカートで楽しんでて、一瞬ボム兵のこと忘れてたんで、まあ次回もね、このカートで旅をしながら楽しみたいなと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃ、またな。